リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、今日はシェフィさんの体重測定の日でございます。本日が10月の、1日かなになります。ちょっと他の動画が先に上がっていて、上がるのは10月の1日以降にはなると思うんですけれども、10月1日の体重測定をやっていきたいと思います。前回ですね、シェフィーさん33センチの 169g でした。で、サニーくんに関しては、親御さんがね、お迎えに来て結局最後の体重測定をせず、そのままお渡しした形になっております。多分サニーでもあんま変わってなかったと思うね。ではね、まず体調からやっていきたいと思います。じゃあこの大きさになってるからね、ちょっと画面外でやりますね。画面内でできるかな。よいしょ。体重計ちょっと置いておいて、ちょっと頭に、ごめんよいしょ。頭に、はい、力が強くなってきた、はい、こう合わせて、ちょっと待ってね。まあ、やだよね、抑えられるのはね。こうだな、はい、この状態でスースースーっと後ろまで。うわ、マジで。はい、41センチぐらいだね。41ぐらい、 40.5 かな。マジ。ということで 40.5 センチ。次体重いきましょうか。よいしょ。おとなしく乗ってられる気がしないんで、プラケースを置いてその上に、はい、そう、257。もう一回いいかな。うん、257。マジ？本当に言ってる？はい、ということで体重測定が終わりました。シェフィーさんは、40.5センチの257g です。え、 100g ぐらい伸びてるよ。 100g ぐらい伸びる。まあ厳密には 100g じゃないけど、おおよそ100、まあ、90g ぐらいか。で、身長は7センチ増。マジでかよ。めちゃ育ってるじゃん。びっくりするぐらい育ってるじゃん。これそのレベルで大きくなるんだね。やばくない？サニーはほぼ変わってなかったの。まあ、サニーとちょっと比べるのはね、サニーに申し訳ないっちゃ申し訳ないんだけど、君成長期やばいね。ああ、ごめんごめん、落ち着かないね。はい。はい、ということで 40.5 センチ、そして 250g、 でかくない？
りゃでかくもなってるわ。みんながさよく言うのよ、でかくなったねって。この子を見て写真とか見てるくれてる方がね、そりゃでかくなっとるわ。だってね 100g、 マジでか。これ 50cm ぐらいまでなったらね、多分部屋で散歩しても問題ないぐらいの大きさかなと思うけど、まだちょっと部屋散歩は早いな。ちょっとどこ行くんですか。まだ部屋散歩早いです。いやでかくなったね。一応ね飼育環境下だと100センチぐらいは行くっていう話なんですよ。ただ正直な話、尻尾が全体の半分ぐらい締めてるんだよね。尻尾だけで20センチはあるね。うん。尻尾だけでおおよそ20センチあるからという感じでね、まっすぐにしてやる。だから100センチになったとしても尻尾がおおよそ半分は締めるんじゃないかなと。半分じゃないにしても100センチだったら40センチぐらいは尻尾って感じだと思うんだよね。でしかもね、こうまっすぐいることってほとんど少なくて、今はまっすぐいるけど、だいたいねいる時ってこういう風になってるのね、ケージの中では。ちょっとごめん、今だけお願いしよう。参考の形、こういう感じね。結構ねまっすぐはいないんでね、結構ねこういう感じでいます。中ケージの中とかではね、考えるとそんなに大きくなっても、おおよそ体の部分が50センチぐらいあるかなになるぐらいで、まだそのサイズにはこの子なってないから、ちょっとこの調子で大きくなったらってところだね。でね、1年ぐらいでそのぐらいの大きさ、アダルトサイズぐらいまでにはなるっていう話なんだけど、1年でなるのかな、正直なところ。その辺は分かんないよね。で今ねおやつがてらあそこに水あぶを入れています。食べてないけどね、ほとんど。自らバスキングしてみましたね。ちょっとねこのケージも多分あと使えて半年とかかな。まあ多分これでもサイズ的にはちょっとちっちゃいぐらいだから、増築するでもいいと思うんだよね。このケージのこの横側のところを穴開けて増築して、もう少し移住空間を大きくするっていう形ね。でその増築した部分をほぼ全て水辺にする予定なんだよね。100均に売ってるそのコンテナボックスみたいのも購入してるんで、それをそのまま水辺として使いたいなと思ってるから、基本的には増築して、この辺をね増築して、そっちを完全な水辺っていう形の増築の仕方をしようかなとは思ってます。まあ、ただどういう形で増築とか、あとケージ作りっていうのをするかはちょっと悩んでます。そもそもねこの衣装ケース自体は、私が家で余ってた衣装ケースをね、ニトリの買って買った衣装ケースを改造してるんだけど、この衣装ケースの側部分のプラスチックがまだ余ってるんだよね。だそれとこいつをうまく組み合わせて1個のケージにできたらいいなっていう想定です、今のところはね。どう改造するかはちょっと考えてからにはなるけれども、それが余ってるからちょっとそこを改造して、今横をねバケツ置いてて、あのバケツってサンショウとイモリのところのワインセラーのところに水が溜まるんだよ、ここにね。そうするとこうやって水が垂れてくるんだよね。それが自動的にここに来るんだけど、この水って汚い水ではないんだよね。上のところから水蒸気
気というかその結露したものが流れてるだけで、水自体はね変な水じゃないから、これがあのいわばその水辺に入っちゃってもいいのかなって思ってます。その辺はもうやり方を考えながらっていうところになりますね。ちょっとそれは、まあ、ゆくゆくこの子が育っていってから考えましょう。今考えることではございません。はい、ということで、シェフィーさんの身体測定10月編、はい、この結果です。でかくなってんな、すげえでかくなってんな、びっくりだわ。はい、っていうところでございます。また11月の、シェフィーさんのね、あの体重測定でお会いできればなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価などお願いいたします。あと各種 SNS、Twitter、Instagram、TikTok などやってますので、よかったらそちらもご覧ください。また過去にたくさん動画上がっておりますので、その動画の方を見ていただけますと幸いです。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。